今度はまた穂先をチェンジします。今 3g だったんですが、今度これを 2.5g。 だいぶ渋くなってきましたので、こちらの方を、3S そして 2.5g まで下げました。もうご存知だと思うんですけど、もう当たりがもうすぐ出ちゃいます。でここまで来るともうほぼもう最終段階ですね。もう激渋の対応になりますね。やはり注意しなきゃいけないのは、あまり重たすぎる重りを使わないことですね。まあベストは 2g だと思いますけど、まあ 2.5g ぐらいまでが許容範囲内と思います。まあこのようにですね、かなりすぐ腰がもうここで合わせる形になりますので、なるべくはこの手首返しというよりはちょっとこうストロークを持ったこういう合わせの方が、こういう場合の同調子の、乗りが良くなってます。これ今ちょうど乗りましたね。これはもうご覧の通りにもう当たりがもうバンバン出てくると思います。あとは重りが軽いので非常に乗りが悪くなる可能性がありますので、ちょっと早めの合わせ方がいいと思います。こちらは、元のままの、S と 3g ですね。ただこの竿の弾力もだいぶ少なくなるので、非常に硬い動き、まあ軽い重りであっても非常に硬い動きになりやすくなりますので、まあ手でソフトな感じで誘ってあげるのがコツです。こういうふうにこう叩いてもいいんですけども、まあ僕の場合はこう枝すがこうふわふわするような、こういう上下の運動ですね。こう誘ってる最中にもかかっちゃう場合がありますので、穂先の動きはよく見てた方がいいですね。こうやって見比べてみると分かると思うんですけども、こっちの S と 3g 重りが重いんですが、こういった感じでふわふわ動きます。こっちは 2.5g なんですが、だいぶ竿の、反発力がなくなるので、ちょっとシャープな動きになります。ですけどこういう感じでもう当たりがもうバンバン出てきますので、だいぶ魚が映ってまいりました。おお。まあ軽い重りであってもこうやってバランスが取れれば非常に乗りも良くなります。ただやっぱり注意しなきゃいけないのは誘い方ですね。ソフトにソフトにやるのがコツです。わあ。ほんのちょっとだけ当たってますね。お、来た。これ今日一の釣りかもしれないですね。と午後になってきたんで、やっぱりちょっとしぶりが増してきたような気がします。おお。今のはちょっと遅かったかもしれませんね。これで今のタイミングですね。おい、ダブル。ちっちゃいダブルですね。まあこの辺の当たりが取れるとなると、やっぱり 3S のまあ激渋での強さですよね。いい当たり出るんですね。いい当たり出るんだよね。平久君がよく言うね、震える当たりっていうのが結構よく出てくる。まあ逆に言うと反発力のないぐらいまで薄く削ってあるから、こういう当たりが出てくるんだろうと思いますね。当たってるね。ちょっともうちょっと、ペース的にはかなりいいですね今日は。この
今 3S、 26の 3S が非常に好調になってきましたんで、同じくこちら側の方もですね、26の 3S、 2丁立てでいっています。重りはどちらとも 2.5g のタングステンです。あとは誘いをなるべくふわふわさせるような誘いにしてあげてください。今日はちょっと重り下のね、針がなかなか食ってこないからあれだけど、重り下のね、あたのツンとお辞儀するあたりが出るとね、面白いんですけどね。伸びました。あ、もう震えてる。落ちてすぐですね。うん、こういう震えてるあたりはだいたいこの仕掛けの真ん中ぐらいのあたりが多いですね。重りに近ければ近いほどこう揺れ方も大きく感じますね。これは真ん中ぐらいですね。細かいあたりは真ん中ぐらい、細かいあたり出てくるかな、震えるあたり。あ、これは下のあたりかな。これは重り下っぽいな。ちょっとツンとお辞儀しましたね。残念、一番外れの上でしたね。一番下だと思ったんだけどな。本当ないですね、下張りってあんまり。まあちょっと浮かせてるっていうのもあるんだけどね、今日はちょっと中層狙いになっちゃった。それでも下張りってつけといた方がいいんですかね、やっぱり。そうですね、やっぱり重り下の針ってやっぱりボトムギリギリで狙うためにはやっぱり不可欠だと僕は思いますね。どうしてもやっぱりそこに依存してるワカサギ多いですから、まあなくても釣りにはなるんでしょうけど、止まって食べてんだね。だからこう震えてくるようなあたりすごいね、今日ね。これは下かな、重り下かな。はい、ああ残念、重りに一番近かったですね。だからちょっとツン、重りに近いんで、重りが入れるとツンという当たりが出てきます。これがだんだん仕掛けの上部になってくると細かい震えの当たりが多くなってきますね。